ネットゴーストピッポパはミルキーカートゥーンとテレビ東京が共同で制作していたインターネットをテーマとしたテレビアニメ。テレビ東京系列で2008年4月6日より2009年3月29日まで放送されたデジタルマーケティングビジネス事業を行うトランスコスモスが初めて手掛けるアニメーション作品。高度にコンピュータ化が進められた都市。 神舞市に住む少年、秋川優太とネットの世界の住人でネットゴーストと呼ばれるピット、ポット、パッドの3匹を中心に物語は展開する。この番組から2010年度のメタルファイトベイブレードバックまでハドソンが日曜8時30分枠のスポンサーについている。神舞市に家族と共に引っ越してきた小学生、秋川優太はある日携帯電話に 奇妙なメールを受信する。ユータが、そのメールを開くと携帯電話の画面が光り出し、ユータはそのまま画面に吸い込まれて、ネット世界の中に入り込んでしまう。そこでユータは、ネットゴーストのピット、ポット、パット、通称、ピポパと出会う。三匹の助けで、人間世界へと戻ったユータであったが、ピポパの三匹に、すごいネットゴーストになることについて、協力を求められてしまう。 こうしてユータとピポパの冒険が始まる。ネット世界本作におけるネットの世界は宇宙空間のようになっており各プロバイダが星のように漂っている。ウェブサイトはそのプロバイダの中に泡のようにして存在している。そしてデジタルデータがプロバイダを結ぶケーブルによって行き来している。ネットコーストよび一部のコンピュータウイルスはケーブルの制限を受けずに自由に ネット空間を行き来することができる。仮想重力であるためほぼ無重力に近い状態である。ネットの世界と現実世界では時の流れが異なっている。10話でユータがそのことに気づいた。現実世界ではインターネットが中心となっているため、ネット世界で事件等が起こるとたびたびその干渉を受けてシステムの不具合が起こる。ネットダイブネット世界に行くこと。 ネット世界から現実世界に戻るにはネットダイブした場所へ行く必要がある。次回予告は本編映像は使われずユータ、ピッとポッとパッとの4人がアフレコスタジオでその週の回の感想を話す。週によってはヒカルやカズシゲなども登場する。第1話、第51話のオープニングは歌なし。パスワードピッポパは第51話のエンディングテーマとして 合唱で使用された。鈴木さざなみによる作画で、角川書店、ケロケロエースに漫画版が連載されている。2008年12月26日からコミックス第一巻が発売された。プーやカズシゲなど一部のキャラクターは登場していない。ネットゴーストピポパピポパ DS 大冒険は2009年2月26日に、リンプルから発売された。 任天堂 d s DS 用ゲームソフト。ジャンルは RPG で3匹のネットゴーストをタッチペンで操作する。レーディングは全年齢対象。トランスコスモスアニメ制作進出、ネットゴーストピッポッパ漢字会社にありがとうございます。